おはようございます。今日は、えー、3月29日、えー、現在6時、えー、いつもの川です。えー、今月いっぱいまではね、ここでちょっとやって、っていうね、えー、いつものあれなんですけど、まあ来月からこの上流、 えー、狙っていいこうと思いますそれまではここでねなんとかえー、化け物をまた釣りたいなと。というわけでね今日はちゃんとね団子をつけて前回はねただボイリーだけ食わせだけでねやってたんでねちょっとあれだったんですけどであとはまあ あの席開けてゴミがいっぱい流れてきたとかいろいろハプニングもあったんですけど、えー、なんとかね今日はねちょっとあんまりね気温も上がんないんですけどねなんとか頑張ってね行こうかなと思いますというわけでこれから準備始めます えー、6時10分1頭目打ちましたえー、っとねちょっとね取るの忘れましたねえー、餌はねだ、まえー、団子いつもの団子に、えー、16ミリのねボイリーダブルで食わせ、えー、やってますえー、っとねやっぱねあのー、水冷たいです測ってないけど 多分まあ10せいぜい12度とかねそんなもんだと思いますえー、今日はねちょっと南風吹くみたいなんでね軽ーくそれでねちょっと少しでもねあの活性が上がってくれればいいかなとというわけでね頑張って今日も一日ね頑張っていこうと思います えー、6時半えー、っとね相変わらずね朝もじりとか全く出ないですねうーん去年はねもう朝から跳ねたりもじったりねしたんですけどでもなんかなんだろうこれ小さい 雨じゃないですよね。うん、ぽつぽつとね、なんか小魚ちょっともじってますね。うん。もうね、鯉がね、全然もじてないんですよね。うん。 今年は本当ね、釣れないです。去年のね、今頃はね、もう私30本ぐらい釣ってたんですけど、今年はダメですね、やっぱ。昔からね、言われてるみたいにやっぱ、桜がね、早く咲くとやっぱダメですね。寒暖差がね、激しすぎて。 なかなか水がね水温安定しないですねえ去年はだいたいねあのー、もう6時とかねそんな時間までやらなかったんですけどもう全然午前中でね3本とか釣れたりしたんで今年はもう午前中はね全然釣れる気がしないですね えー、というわけで今日もねまあ夕方勝負かなっつう感じなんですけどまあなんとかね午前中でも釣れるようにね、えー、頑張ろうとは思います現在9時です予報よりね全然あったかくなってきましたね えー、天気も良くなってきて予報だと曇りだったんですけどこれだとね気温も気温つか水温もね上がってきそうなんでなんとかねなるんじゃないかなと今日はまあ小潮なんでちょっとあれ,だあれですけどうんうまくいけば夕方また。 作れるんじゃなないかなと思いますというわけでね夕方まで餌打って魚を寄せて、ね、大物を狙うということで頑張ろうと思いますえっ、ー、とね今10時半です えーっとね、16度まで上がってきました。えー、っとねー、この感じだとね、今日一応最高気温17度の予報なんですけど、もっと上がりそうな感じがしますね。あのまあ、雲んなきゃ、えー、えー、ね。 このままずーっと暖かくなれば夕方チャンスあると思いますというわけでねなんとか曇ら,曇らずえー、えー、水温がねもっと上がるようにえー、願ってね頑張っていきたいと思います虫どうですか 今日何時頃釣れそうですかわかんないなんかちょっとぐらい考えてくださいよ <laughs> 今日の今日の感じは釣れそうですかいつも釣れそうにったけどだんだん釣れなくなってきたそう思っていたく今日は釣れるから今日は釣れああ。 今日、じゃあ夢を見とけばいいとそうだよ <laughs> いつかそれでった桁は鉄砲の数じゃ当たるかいや俺さを1本しか出してないんですけどだけだじゃあさをいっぱい出せばいいんですかいや1本でいいえ というわけで、えー、視聴者の皆さんは主です。<laughs> いや主人気あるんですって。なんか一言に視聴者に何か言ってください。<laughs> いやなんかこれからもよろしくとか言ってくださいよ。<laughs> いや,いいいやもう本当に人気あるんですって。<laughs> マジで。

えー、というわけで、じゃあ次、次までにもっとなんか、うまいこと話考えててください。<laughs> というわけで、主でした。えー、っとね、ちょっとそこにミミズがいて捕まえたんでね、ミミズ餌にちょっとやってみます。なんか釣れるかどうか。 というわけで、えー、今12時40分。さあ、ちょっと打ち替えます。えーとね、現在2時です。ミ、えー、ミズの方はね、当たりなし、今のところ。でね、まあ南風がね、結構、ちょっと強めに吹いてきたんでね、いい感じじゃないかなとは思うんですけど、 でね、えー、まあ、恒例の、あれですね、えー、水温チェック。2時の水温をチェックします。えー、っと、17度。17度ですね。結構いい感じですね。多分、 今2時なんでね、3時ぐらいが一番暖かくなると思うんで、もう一度ぐらい上がるかもしんないですね、えー。というわけでね、えーうん、昨日、おととい、おとといよりはね、条件がいいんで、えー、夕方、また、えー、いいんじゃないかなと思います。 でまあえー、でかいのをね、なんとか釣りたいと思います。もう、マットも準備してあるんで。えー、というわけで、まあ、夕方までね頑張、頑張ろうと思います。えー、っとね、 急にね、釣れたんで、えー、ちょっとかかったところ、取れなかったんですけど、とりあえず、寄せました。でね、まだね、2時、3時前ぐらいなんでね、せっかくだから、あの、マット出してるんで、ちょっとね、測ってみようかなと思います。 というわけでね、ちょっと取り込みます。えっ、ー、とね、73ってとこですね。大、え、体、ー、いい73。結構太ったやつです。というわけで、逃がします。えっ、ー、とね、今ちょうど3時なのでね、えー、さっきの 73はえ2時うん45分ぐらいですかね当たったのえというわけでねあともう5時頃まで一応頑張ってねさっきのはねミミズに当たりました次はねボイリーあの20ミリシングル 今度食わせだけというわけでねなんとかねもっとでかいの狙っていこうと思いますえっとねえー、このえー、これ見るとねやっぱね、えー 大体下げの七分ぐらいですよね。ちょっとね、まあ適当に、あれ、書きすぎましたけど、えー。この辺も見ても、下げ七分とか、まあ、上げ三分とかね。 大体そういうあたりに当たってます。えー、というわけでね、えー。大体ね、これ3時ぐらいかなとはね、あれ言ってたか言ってないか、えー、あれなんですけど。でもまあたいね。あのー 潮見表通りにね、当たってるんで、えー、こういうのね、つけとくのおすすめします。えー、っとね、現在4時半です、えー。今日はね、とりあえず1本出たんで、5時まで、あと30分、えー、やってね、帰ろうと思います。 というわけでね、あと30分頑張ります。えー、というわけでね、5時になりました。えー、これでね、えー、引き上げようと思いますうーん。なかなかね、でかいの釣れないですけど、まあ、なんとかね、とりあえず、坊主はね、マグまぬがれたんでね、まあそこは良かったかなと。 でね、そろそろ、うんまあ、上流の,、ね、あのカーブのところ狙っていこうかなと思っているんですが、えー、とりあえずね明日来れれば明日夕方来て夜釣りしていこうかなとまだ分、ね、からないですけど明日た待ってみないと。 なんとかね、えー、上流行く前にね、でかいのをね、もう一本、釣りたいなと思ってます、えー。というわけでね、また次の動画よろしくお願いします。